シダマ州はエチオピアの州の一つ。シダも、州とも呼ばれる。2019年6月18日に設置。それまでは南部庶民族州に属すシダマ県であった。州とは合わさ。面積は6700平方キロメートル。人口は約323万人。約393万人。シダマ人が多く住む。シダマ シダモという名称を冠した行政区画は現在と領域は異なるものの第二次世界大戦前から存在した。イタリア領東アフリカ時代の1936年に設置されたガラシダモ県は現在のガンベラ州、南部諸民族州、オロミア州南部にあたる広大な範囲を管轄していた。イタリア撤退後、エチオピア帝国はシダモ州を設置する。 1978年に州都をアーゲーラムから合わす際線と、1987年9月の再編では、州南部がボレナ州として分離したが、1991年にこれを再編入した。なお、シダモ州時代の面積は約12万平方キロメートル、約2万平方キロメートルで、その大部分は現在オロミア州の一部となっている。 1994年12月、新憲法によって、シダも州は消滅し、新たに設置された南部諸民族州へ組み込まれた。同時に、旧シダも州領域のうち、アワッさを中心として、シダマ県が設置される。1994年の州は民族ごとに区分したものであったが、南部諸民族州はその名が指すように雑多な民族の集まりであり。 民族的な統一はされなかった。そのため、各民族は自民族による集設置を目指して各種運動を行った。2019年11月20日、集設率を問う住民投票が実施され、賛成多数でシダマ人による州が設置されることが決定され、2020年6月18日にシダマ県は州へ昇格した。新生死マ州は、 旧シダマ県と合わすさからなる。開業性区画は不明である。シダマ県時代には以下の19軍が所属していた。なお合わすさは、行政上は、県から独立した特別市とされていた。in エチオピア、ーグローイングクラマー4スニックオートノミー。イリン、2019年11月27日閲覧。カウンシルラティハイエチオピアエスニューエスニック、シダマステートフット。 b-o-r-k-e-n-a.com 2020年6月25日閲覧シダマエンバークスオンステートフットザリポーターエチオピア2020年6月25日閲覧 AB エチオピアアドミニストレーティブユニットエクステンデッド g e o h i v c o m 2 0 1 6年10月12日時点のオリジナルよりアーカイブ 2019年11月27日閲覧。abc.statesofethiopia.statoids.com。2020年10月22日閲覧。エチオピア S. シダマボートフォーニューフェデラルリージョン。エレクトラルボード。アルジャジーラ。2019年11月27日閲覧。エチオピア S. シダマボートオーバーウェルムニングリーフォーオートノミー。 ドイチェベレ。2019年11月27日閲覧。スタティスティカル SNNPR。エチオピア中央統計局。2019年11月27日閲覧。エチオピアアグリセクターマンスリーニャップアナリシスライブストックインターベンションノーベンバー2019。2019年11月27日閲覧。ありがとうございます。